東大阪新聞チャンネルをご覧の皆様、新年明けまして一緒におめでとうございます。ありがとうございます。平成、30年、皆さんはお正月どのようにお過ごしで、いらっしゃるでしょうか。今日は新春対談ということで、グレンコ・アンドリュー君と、あと私衆議院議員中尾隆、2人で時間を過ごさせていただきたいというふうに思います。去年、ちょうど東大阪新聞さんから新春対談をしたいというお話をいただきまして、そんならじゃあアンドリューと一緒にやろうかというような話になりまして、どうぞ今日はよろしくお願いします。もう付き合いは何年ぐらいになりますかね。そうですね、初めて長尾先生とお会いしたのは2014年の秋から。そうね、よく覚えてくれていて。そうですね、あの時は確かにチベットに関するイベントで、チベットなんか亡命政府かなんか、亡命政府のローザン宣言首相がワンチュク大臣が来た時かな、その時かな。なんか焼身自殺はあんまり良くないみたいな話があった気がします。そこからの付き合いなので、もう結構長いですよ ね。もう日本に来て何年になります？日本にはもう4年と8ヶ月を。最初から日本語上手だったけど、どんどん上手になる。まあまあ、もう10年以上日本語をやっていますので、さすがに日常会話ぐらい喋れないとまずいかなと。日本のお正月はじゃあこれで何回目？日本のお正月を、そうしたら西暦2013年の春に来たので、14、15、16、17、5回目に。5回目でね。ウクライナのお正月はどんなお正月なんですか、日本と比べると。日本と比べると、まあ特に家族でみんなで集まるという意味では特に変わりがないと思うんですけど、そうですね、基本的に知り合いとか家族は集まって、で、まあ夜まで夜中まで飲んで年を越して、でその後は元気な人は朝まで飲んだり遊んだりして、まあもうそうでない方はもうそのまま寝ちゃって、でそんな感じ。やっぱりこう火がつくような熱いウォッカとか飲むんでしょう？そうですね、飲む人は飲みますね。自分はどうなの、お酒は？自分はちょっと体質的にお酒が飲めなくて、私の国では非常に珍しいです。そうなの、はい、珍しいです。ご家族、親戚やなんかはみんな強い？そうですね、両親は飲めるけど弱い、がもうちょっと遠くなればみんな飲めます。なるほどね。まあこうしてね、彼と一緒にいろんなことを お話をね、これまでもしてきたわけですけれども、まあちょっと今日は昨年を振り返ってみたときに、清水寺のね、館主が昨年の一文字、これを来たというふうにね、書きました。私もこれはね、非常に意外であったのと同時に、そうですね、ちょっといろいろ心中複雑になりましたよね。もう1年間振り返ってきたという言葉が、まあ的確であるのと同時に、果たして平成29年を振り返るのに象徴的な感じだということは、まあ必ずしもいい印象は持つ人は多くないんじゃないかなという気がして、ただこれも我が国が突きつけられた現実であるとするならば、これを素直に受け入れた日本人の方々多いんじゃないかなというふうに思ってます。まあ実際昨年の10月の22日に衆議院総選挙があって、国難突破解散総選挙で、この国難の中に北朝鮮からの脅威、これをいかに回避していくのかということが衆議院選挙の争点であったわけですけれども、アンドリューからこうしてみると、日本のその防衛というのは、
やっぱり生まれ育ったね、国から比べるとその国防のその危機意識というのは、やはりなかなか信じがたいことはたくさんあったんじゃないですか、まあ、今も多分そうですね、うんうん、初めて日本に来た時にほとんどすぐ気づいたのは、あ、ウクライナと似てるんだなということですね。で、何が似てるかというと、危機意識は全くないというところは非常に似ています。それちょっと意外でしたね、うん、ウクライナって、うん、隣は陸続きでいくつぐらいの国に囲まれてるの？陸の国境は7カ国と、うん、7カ国ね、あるんですけれども、うん、実は独立してから23年間の間はずっと平和が続いていて、うん、でその平和の間は国民がかなり平和ボケしてしまったんですね、うん、そういうところも日本とは似ているんですけど、うん、なんでかというと、ほとんどの人は周りは友好国ばかりだと思って、はいはいはい、でこれから21世紀になる時代だし、冷戦も終わっているし、もう戦争が起きるはずがないと、そしてまあそもそも戦う相手もいない、だからまあ特に安全保障とか防衛のことそこまで考えなくていいんじゃないか、国防まあ軍事とかそういうところを、まあ、ちゃんとしなくてもやっていけるんじゃないかという意識がほとんどの国民の共通認識になっていたんですね、だから毎年防衛予算が削られていて、兵器とか軍事力もだんだん減らされていて、おおよそ兵器と兵隊の数で言えば、うん、元の数の、まあ、8分の1しか残ってなく、うん、8分の1になったに減らされたんですよ。それ通常兵器で言えばそうですし、核兵器はたくさんあったんです、うんうん、核兵器は1700発の核弾頭を持ってたんですよ、うんうんね、今の中国やイギリスより多いです、うんね、実際は持ってたんですけど、それも全部放棄したんです、うんうん、で通常兵器もこんなに大規模に、減らしてしまって、ほとんど無防備に、うん、旧ソビエトの時にやはり一番の軍事拠点だったよね。そうですね、核兵器の、ね、弾頭や、一番の、一番、ヨーロッパに 最西端になったから、非常に多かったんです。まあソ連解体で結構撤退されたんですけど、うん、残ってた軍隊でもなかなか強かったんですね、うん、残った軍隊でも戦車は6000両あったし、うん、兵隊の数も78万人もあって、うん、で戦闘機も爆撃機も軍艦もたくさんあったんです、うんうん、それでいてこう危機意識が希薄になるっていうのはなかなか興味深い話でね、うんうん、せっかく持っても、うん、やっぱり国民の意識は、うん、なかなか平和が続くと薄れちゃうんですよ、うんうんうん、それはおそらくウクライナや日本だけの現象ではなくて、うん、そんなもんじゃないかなと思ったんです、うんうん、もちろんウクライナほどひどくはないとはいえ、今のヨーロッパでも似たような平和ボケがあるんじゃないかなという気がします。だけど問題はウクライナの場合は国民だけじゃなくて指導者まで平和ボケしてしまって指導者まで 軍事力とか防衛は大事ではないという、うん、意識を持っていて、それで大規模な軍縮が行いましたよね。で軍縮が行われて、ウクライナはほとんど無防備になってしまいましたよね。無防備になったところでご存知の通りロシアに攻撃されて戦争が起きました、うん、ちなみに日本のマスコミと言いましょう、うん、一応、うん、日本のマスコミは最近全然報道されなくなったんですけど、実は今でも戦争が続いていて、うん、今でもほとんど毎日人が殺されているんですが、うん、まあ
日本の左翼はどう言うんでしょうね。この事例に関して言えば、彼らの平和主義というのは非武装平和ですよね、うん、で非武装平和、非武装武装解除したら平和になると言うんですけど、ウクライナの現状が違いますよね、うん、でこの話を今の日本で、うん、広めていけば、うん、どれほど通じるのでしょうか、うんうんうん、どう思いますか。なるほどね。その日本の場合はね、多分海に囲まれていたというのがもう最大に大きいと思う。日本人って日本の国境線見たことないんですよ、海の上だから。で、ウクライナは先ほど質問したように7カ国と、うん、まあ国境が、まあ線が引いてあるわけではないけれども、まあ軍事境界線みたいなものが例えば朝鮮半島にあって、私もあそこ実は見に行ったことがあって、なるほど、こうあのこう陸の上にこちら側は我が国、この線を越えると向こうの国という、ある種のその大変な緊張感というのがある。ただ日本の場合は全ては海に囲まれているので、安心だったという地政学的なね、つまり自然のその地政学的な位置が日本を守ってくれていたっていう部分で、あの根本的に違う。ただあの戦争もね、竹槍でやる時代から馬に乗って、あるいは弓とか、鉄砲、そして、船に乗ってということになるわけですけど、今は飛行機ではなくミサイルでということになれば、海がもう私たちの防波堤になってくれるという時代ではなくなってきた。でようやく、まあ、北朝鮮がミサイルを20発以上もね、撃ち込む中で、海に囲まれているけれども、いよいよ日本も危機迫るものがあるということ で僕も地元にね戻るときに、去年ほど北朝鮮からのミサイルが飛んでこないから大丈夫か大丈夫かってね聞かれたのは初めてだったですよね。それ以前はね、自分の年金は大丈夫かとか、自分のあの医療保険は大丈夫かとか、保育園に入れないんだけどもどうしたらやってくれるんですかとか、そういうお声が多かったんだけれども、まあ去年は全然違いましたよね。でも話戻るとね、そういう点でやっぱりね、ウクライナのその平和ボケのその根源と日本のその平和ボケの根源のちょっと出発点はなんかやっぱりちょっと違うような気がするんですよね。ただ同じように、まあ、今危機に苛まれている中で、アドリューが言うようにどうやって、まあ、例えば日本なら日本に住む人たちの危機意識を覚醒、していけるか、まあ、不用意にね危機感を煽ることはまた必要はないけれども、どこまでもどこでまでもその日本は今のままでいけるんだっていうような安心感というのには少しちょっと釘を刺しつつ、これはいつまでも続くものではなく、一緒にね安全保障を考えていかなきゃいけないんだよっていうようなことをね問いかけていきたいですよね。でも自分はもうね本当いろいろなところで情報発信をしてくれてるじゃないですか、日本人に何が一番やっぱり足りないと思います？何が一番足りない、そうなんです、そうなんですね、一般の日本人には多分当事者意識なんじゃないかなという気がしますよね。なんか今はまあもちろんみんなと話したわけではないんですけど、なんとなくミサイルが飛んでも領空侵犯があっても、なんかどこかでまあそれは国の問題で自分の生活は関係ないというところがあって、それはなんか実際こういうことの
次のステップとしては、もう自分のお家まで起こされるかもしれないという、うん、意識がなかなか生まれなくて、他人事というか、日本のことであってもなんか他人事という感じがすごくしますので、なんとかこのミサイルもそうだし、領空領海侵犯もそうだし、それは自分らのお家が起こされると同じものなんだということをなんとか説明しなきゃいけないというか、なんとか気づいてもらわなきゃいけないと思いますよね。そうしなければ本当に実際、まあそれはもちろん最悪の場合で絶対避けたいんですけど、仮に何かあった時、そうなった場合でも目覚めなければもう本当にどうしようもないんですよね。そういうのいい指摘ですよね。でいい指摘をね、いただいていながらね、日本ではね、現実こういうことが起きたんですよ。北朝鮮からミサイルが発射された、 J アラートが鳴りましたね。J アラートが鳴ってうるさいと、まあ某 IT 長者のね、経営者がいますよね。実は僕がね、こんな経営者がいて、 J アラートが鳴るね、確かに J アラートが鳴ってミサイルは日本国内にその時は着弾はしなかった。だけれどもそれをうるさいと言ってるこの気持ちが、理解できないなって僕がね、ツイッターでね情報発信したら、その経営者からね、リツイートが来て、あんたバカって逆に言われるような、実はねこういう考え方を持つ人もいるんですよね。それぐらいね、日本は悪い意味でね、ちょっと平和になってしまったという部分が、であとね、まあ、防衛予算も、毎年毎年だんだん上がっていって、まあ、まだまだ、まあ、ようやく5兆2000億かな、ラインまで、来たわけですけれど、これではまだまだ十分ではないということで、イージス・アショアというね、まあ、いわばイージス艦のレーダーというのは海の上の話なんだけども、それを陸の上でやれる、まあ、新しい防衛体制の予算というのを、まあ、検討をして、それを設置検討する、まあ、おそらくその場所は今のところ報道などでは秋田県ではないかというような報道が出た時に、そういう迎撃システムを我が県に設置することによって、我が県が射程になるからちょっと慎重にしていくべきではないかなというような世論もある。現実にね、それをどう乗り越え、いやそうではないんですよと、必要なものはどこかに作らなければいけないので、日本国全体でね、安全保障を本当一人一人が、魂持って、考えていけるようにはまだまだ時間がかかるのかなというような気がして、なりません。どうぞ。そうなんですね。実は私も、まあ、個人的ではあるんですけど、先週ぐらいは某政治家とちょっとお会いしたことがあって、まあ、名前は言いませんが、もともと日本の心の人で、今自由党に移した女性なんですけど、まあ、これで多分 M さんね、多くの人がもう察ししたと思うんですけど、直接聞きました。今の危機のことどう思われますと。で聞いたら、その人は、安倍さん直接北朝鮮に行って話してよと言うんですよ。話してよって、今まで何回も話して、どんなに話してもどんなに訴えても何も変わらなかったのに、今更何が話してよって思ったんですね。あ、これは何が言ってもなんか手遅れなんだなという気がしますよね。あとちょっと思ったのは、自分が
防衛力をちゃんと高めたら、それを相手に刺激して相手ももっと強くなろうと思って、それで軍拡競争になってしまおうというふうに言って抑えましょうという意見は、まあ日本にも結構いろんな人から聞くんですけど、そういう人たちが理解していないのは、仮にこっちは何もしなくても向こうは勝手に軍拡もうやってるんですね。どんなにこっちは平和ですよ、こっちは武装しません、こっちは武装解除を完全にしますよ、絶対裸ですよと言っても、それでも向こうが武装し続けてやっぱり攻撃しようとするんですね。だからこっちはもう向こうはこっちと関係なくやってるわけだから、答えないと一方的にやられるだけなんだという意識がなかなか、どうしたら理解してもらえるのかなってちょっと絶望的な、いや、これはね、非常に大事な論点でして、視聴者の皆さんも一緒に考えていただきたいんですが、例えば北朝鮮に対する経済制裁措置というのをやっています。で、これについて北朝鮮に対して、日本は独自のもの、また国連でも安保理で経済制裁をやってます。それがあるがゆえに北朝鮮を刺激し、北朝鮮がミサイルを撃つんだというような世論を皆さんはどう思われるでしょうかという問題提起なんですね。で、よくトランプ大統領と安倍総理が同じこうフレームの中に収まって北朝鮮問題を議論をしている中で、日本の、まあ、特定の勢力の方々は、安倍、トランプが北朝鮮を刺激しているから良くないんだというような論調を繰り返すことについて、まだまだですね、日本の世論の中ではそれはおかしいよねという世論がこれからどん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 増えていく必要があると私は思っております。理由は簡単、北朝鮮がミサイルを撃つから、あるいは核開発を繰り返すから、また拉致問題を最初に一義的に問題を作っているのは北朝鮮であり、それを解決しようと思って我々が国連を中心として制裁を行っていると。これがまだですね、日本国内の中にまだまだ正しいものの見方というのが行き届いていない。多分アンドリューも同じ違和感を、持っているんだろうというふうに思います。それでやはりなぜ経済制裁やるかというと、ああいう独裁国家というのは自分の独裁者が自分の命が危なくなった時に初めて対話に応ずる、もうずっと世界史上そうですよね。最近でもルーマニアのチャウシェスクにせよ、アサドにせよ、もう全部独裁者というのは自分の命が危なくなった時に対話に応ずると、まあ、それを金正恩に対してこれを迫っているところがなかなか分かってくれない。やはりそういったところの危機意識というのもね。でも今いくつになった、何歳？今は30歳です。30歳ね。こういう若い世代で、でも同世代の人たちとやっぱりこういう話をする機会が多いんでしょう。大学以外にはなかなかないんですけど、大学で言えば今でも平和憲法とかいう単語を聞こえるわけですね。なので、これは何を説明しても無理っぽいかなと思って諦め、直接に訴えるのは諦めて、もうまあとにかくもうあらゆる手段でもう他人でもいいから伝え続けたいと。で、伝えたら分かる人は分かるし、分からない人は分からないんですけど、特定の特にまあ大学という、まあもう閉ざされた空間の中でもう何を話しても多分、まあ、
自分ももちろんただまだ学生の一人なわけだし、全然そういう意味では発信力がないから難しいと思います。やっぱり大学という、もうはっきり言えば左翼の巣窟をもう外の強い権力でなんとか直さないと、仮にまともな、まあ、自分がまともと言ったらあれですけど、まともな安全保障認識を持っている学生は少し いて、まあ、正しい情報を発信してもやっぱり数の暴力というか、そういううるさい方が勝つという、感じで、やっぱりその大学の中の世論が変わらないんじゃないかなという。いや、ぜひね、でもね、大学の中でね、同世代の人たちに仲間を増やしてもらいたいなって気持ちがある。僕はね、今55歳なんですよ。で、この間の衆議院選挙の時に、まあ、安倍政権が牽引する自民党 の支持者層、年代別を見ますとね、まあ、55歳、まあ、50歳、60歳の、支持率というのは実は意外に低かった。特にね、女性の支持者がその世代すごく低い、まあ、やっぱりどっかで安倍政権は戦争をしたがってるんじゃないかとか、安全保障をやりすぎなんじゃないかとか、そういうことを敏感に変な風に受け取ってしまう、そういう世代だからなのかな。ただね、一番支持者が高かったのはね、20代、30代。でそれは僕の自分の選挙の時にやっぱり世論調査とかいろいろ入れるんだけれど、20代、30代がものすごく自民党の支持者高かった。で先ほどもやっぱり申し上げたように、安全保障についてこれだけ国難だというふうに言って衆議院選挙を戦ったことはかつてなかったんですよ。どちらかというと年金を、あるいは介護保険を、生活にこう直結することが衆議院選挙の争点になることが多かったんだけれども、まあ去年の衆議院選挙は安全保障が中心になる中で、20代30代の皆さんの世代がね、一番自民党の支持率高かったっていうのは、私は今年平成30年のね、この幕開けの中にその辺の人たちにね、どん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 もう味方になっていただいて、数増やしていただいて、で僕らはいずれ順番的にあの世に行きますから早い遅いは ありますけれども、まあぜひぜひ20代30代の方々にね、もっともっと、安全保障について、いい意味で関心を持っていただきたいねっていう気持ちをいっぱい持っています、で最後にもうちょっと時間ということなんで、来年のアンドリューの抱負、個人的なことでこんな年にしたいっていうことをちょっとお互い言って、この収録を終わりましょうか。まあ来年こそ本当の平和が訪れることは一番いいと私は考えています。で、お互いの国、日本もウクライナもあと他の世界も、まあ、平和で安定的な暮らしができるように、まず国内をまとめてしっかりした認識を持って、しっかりした国家としてやっていくことは、まあ、一番大事じゃないかなと思いますので、両国ともに頑張りましょう。はい、頑張りましょう。じゃあ私はもう今年はですね、憲法改正、これをもう具体的に進めていきたいと思ってます。憲法審査会の委員を昨年仰せつかりまして、特に自民党が党是としてきた憲法改正、いつになったらやるんだというようなお叱りも多々いただいているので、改正ありきではなく、この局面にしかもう改正はできないという思いで、皆さんからしっかりと一歩ずつですね、憲法改正に向けて進んでいるという実感を皆さんが肌で感じていただけるような今年の前半にしたいと思っておりますし、2020年の東京オリンピックは憲法改正がなされた状態で、世界各国からおもてなしの心を持って、安全な日本の中で
オリンピック文化の祭典を迎えられるようなそんなことができる1年にしたいというふうに思っております。今日はもう本当ぶつけ本番でちょっと楽しく過ごさせていただきましたので、本当にどうもありがとうございました。どうぞ皆さんも本年もどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。